の退場シーンがこちら。鎌田のキャリア初の退場処分となったシーンがこちら。鎌田退場してて草生える。思いっきり足裏から行ってて相手が心配になるくらいだなこれ。妥当。鎌田みたいなタイプってイライラして退場が多いからキャリア初は意外。リサマルに踏まれた時はイエロー。今回はレッド。日本人差別ですか？鎌田に対する海外ファンの反応はこちら。鎌田はサブ。彼の不十分なパフォーマンスはレッドカードに集約されている。俺たちはオリーゼを打って、リーグ戦でゴールでアシスト1レッドカードの鎌田を獲得したのか。鎌田はタックルの技術が低い。リサンドロ・マルティネスはボールが近くにないにもかかわらず、膝の真下に突っ込んでイエローをもらっただけだった。これはしゃあない。